山への道は険しい。危険な機械たちが行く手を阻むだろう。マガツキか。いや違う。しかし人間を寄せ付けない。他に何かある？開けた場所にストーカー、逆側にはウォッチャーか。ガイアを守ってるのか。守っているのではない、本能のようなものだ。墓に引き寄せられている。もう少しで着きそうだ。その時に外野の自爆でこうなったのか。山全体が卵みたいに割れてる。まあそうだな。さあ早く、通り道は用意しておいた。来たことがあるのか。途中までな。さあ行け。登る道は用意したくせに、機械の群れは片付けなかったのか。機械の相手などもうお手の物だろ。通り道を用意しただけでもありがたく思え。下は見ないで、慎重に。ここはいかにもお前が好きそうな場所じゃないか、サイレンス。ありがとう。ここは数年がかりで作った工房の一つ。何年もかけてこのハッチを破ろうとした。削ってみたり燃やしたり爆破もした。だがお前なら難なく入れるのだろうな。なんだか謝ってほしいみたいだな。とんでもない。だがこのハッチを開けるのに鍵が必要とは盲点だった。鍵となる人間か。想像力が足りなかった。ただそれだけの話だ。ずいぶんここで過ごしたみたいだな。19年前のこと。山を崩壊させた大きな爆発。お前の誕生とガイアの死。その音はクレイムにまで轟いた。灰が空を覆い、都の者は不吉な現象だと口々に言った。燃え盛る山の火がようやく収まると、私は真っ先に中へと入った。じきに機械たちがここを守り始め、そしてそれから誰も来なくなった。私以外はな。
メッセージではガイアは復活できると言っていた。でもこの状態じゃ無理じゃないか。復活にはまずハデスを破壊することが何より先決だと言っていた。それからだ。テラフォーミングシステムを復旧すればハデスが悪用するかもしれない。ガイアの自爆によってハデスはシステムを使えなくなった。そういうことだ。でもガイアを復活させることはできるのか。機械炉の能力を知っているだろう。機械を作るのに必要な技術は何でも賄える。その原理でいけばガイアを復活させるのに必要な技術も全て再構築できる。何年もかかるが私たちに時間は残されていない。今回はお前がいると思ってた。実際ここに。なぜだ。私は必要ないだろう。このハッチはお前だけで開けられる。これは私ではなくお前の役目。よし、中に入ろう。ああ。マスターオーバーライドを手にすれば、それを使ってハデスを打ち倒せよ。すべてお前にかかっている。リデシデンタ認証完了。通行を許可。ようこそ、ソベット博士。先を進みください。ログ記録者、マーゴシェン。極寒の地獄へようこそ。人口は10人。ダイヤを入れて11人。鶏の卵は数に入れるんじゃないぞ。頑張ってるんじゃいるが、オムレツ食えるのはまだ先だ。私はビーガンよ。秘密基地にこれだけ長く一緒にいるのに気づかない？さらに3週間足止め食らうなんて聞いてねえよ。移動中にプレコードしたポルノ漫画を350キロもなくしたんだぜ。ちょっと、それ紙媒体の本なの？なんでデジタル化しないのよ。直接触れる感覚には勝てないからな。でここじゃ他に触れるものも大してないし、今つぶしにそれを保存しよう。あの道を行くしかないか。お前もたまにはいい。ああ、渡れたな。こっちじゃない。穴の上かもな。いたようだな。昔のままか。昔ここは岩と鉄で閉ざされていた。記録、今起きた。それで数字は見えるけど時間が分かんない。夢を見てたの。私は Q ホールで抗議してて、なんていうか、あれはそう、儀式みたいな感じだった。聴衆の顔はぼんやりしてて、何もない空の下にいた。私は世界が終わったって話した。ロボットの最下で
でも最後の人間は外へ出て泣くことなく囁いた。洞窟の中で人間の線路みたいに焚き火に身を寄せ合って終わる。国家元首や大富豪たち、指導者に宝くじの当選者、それにカルト、みんな小さなシェルターに隠れた。中にはなんとか生き延びるって信じてる人もいたな。エルシオンとかプライムにいる私たちと同じね。たくさんの小さな社会がこの世界にできて、燃え上がって死んでいく。中にはいいところもひどいところもある。でももう関係ない。短い期間だけの文明、最後のあがき、息を止める前の最後の深い深呼吸。目を覚ます前に群衆はいなくなってて、独り言を喋ってた。静まり返った星、不毛の地にガイアと彼女の長い夢が続くだけ。彼女孤独じゃないよね。避難をするときはみんなバタバタしてた。考える時間もほとんどない。お別れさえできなかった。医療区画には行列ができてた。トム・パイクが倒れたときに僕は付き添うと言った。でも最後の積み荷となった風潮の受精卵を僕が処理しようとしてたら、今でも決断を迫った彼に怒りを感じる。それに自分自身にも。結局彼は孤独に死ん、エリザベトの部屋。そうだろう、荷物を解く暇もなかったのか。これは日記か。エリザベトの日記、全部壊れてる。スキャンしろ。フォーカスで修復できるが時間がかかる。これはとても役に立つ装置だが、動力は小さくて限られてる。どのくらい？数日、数週間、数年か。まずハデスを止め、未来を切り開くことを考えるんだ。生きながらえれば聞けるかもな。チャールズ・ロンソン。ガイアプライムの最終設置からかれこれ6時間が経過した。それで今朝アクセスポートの封鎖に異常があった。ガイアプライムのポート封鎖時は隙間が2ミリ以下になるよう設計されていた。しかし実際の隙間は10ミリもあった。これではエネルギーが外に漏れてしまい、この施設の存在がスワームに見つかってしまう。そしてガイアが見つかって破壊されてしまい、必死に僕たちが守ろうとした未来は永遠に訪れなくなるんだ。それを防ぐ唯一の方法はハッチを手動で動かすこと。外側から。一連の出来事の記録に切り替える。俺は外に行かないぜ。約束が違うだろう。しかし誰かが外に行かないと全てが無駄になってしまうんだ。これはリズが決めるべきだ。ならそのリズはいつここに来るんだ。5分後と言っていたけど、まさかね。嘘でしょ。いい、みんな封鎖を直した。ガイア、 1.4mm での封鎖確認。エリザベト、ダメだ。中に戻る方法を探す。スワームがそこまで来てるから無理よ。本当に大丈夫。ガイアは完成。ここからはガイアが全てやってくれるはずよ。こんな終わり方、僕
味を知ってるでしょ。さよならを言うのはあんまり得意じゃないから、やめましょう。それじゃあ良い旅をな、リズ。まあその、じゃあまたな。ええ、みんな仲良くね、リズ。これでいいのよ。帰りたい。さよなら。今のがエリザベト・ソベックからの最後の通信となった。彼女はこの星の希望のために自らを捧げたんだ。何もかも全て彼女のおかげ。ないんだ。生きていないことは分かっていたはず。彼女の功績は計り知れないものだ。みんなが争い合っている中で彼女だけが行動を取った。彼女だけが優れていたからな。そういうことじゃない。事実だ。認めるべきだと思うが。ほんの少しの間でいい。理屈じゃなくて心で感じてみたらどうだ。彼女が犠牲になったのは友のため、未来のため、地球のためだ。それに何も感じないのか。彼女の愛情を、彼女の決断を神秘的に捉えようとしているのか。理屈で行動したんだ。心で行動したわけではない。違う。彼女はガイアに考えることだけじゃなく思いやることも教えた。愛し、犠牲になり命を信じること、絶望と戦う心をだ。彼女にその心がなければ生命は途絶えていた。私とお前も存在しない。確かに一理あるな。お前の気持ちは察する。帰りたいって言っていたな。まさか。なんだ。いや、もう行かなきゃ。何を伝えるんだ。歴史のすべて、真実と言われるもの、それとも雑音か。それは力にならない、ただの毒だ。クレーターの奥に別の区画がある。爆発に耐えたようだ。頑丈な作り、それが制御室だ。行ってみる。真剣に向き合ってみた。結局は単純さ。クリーンに、クリアに消去できる。削ってプラスにするんだよ。より良くするよ。頼む。どうして全て消去できる。なんだか嫌な方向に進んでいるな。続けろ。
ハッチを開けた時、空気が吸い込まれていった。中が真空状態だったからだ。でもアルファがいたんだろ。制御から締め出された。アルファ資格もオーバーライド。オメガ資格って何なんだ。大変。アルファの所感、驚かせてすまない。だが聞いてほしいんだ。いいな、話したいことがある。なんていうか、実は私は、頼む、システムにアクセスしようとするの。いいか、つまりこれはその、たくシステムにアクセスしようとするのはやめろ。私が言いたいのは、つまり未来の人類のことを考えずにはいられない。汚れもなく罪もない男と、それと女性たちだ。贈り物みたいに知識を与える。ねえテッド、それは前にも話したじゃない。アポロには3000以上の対策が組み込まれているの。これは贈り物なんかじゃない。私たちは罪のない者にこの病を広めてしまうんだぞ。ダメだ、できない。それにまだ間に合う。もし自分たちを犠牲にさえすれば。お願いだから考え直して。すまないな、サミナ。もう実行してしまった。アポロを消した。そう、消えた。全てが犠牲だって。そんなものは犠牲じゃなくて文化を抹消しただけだ。このイカダ教授め、何千年もの歴史が。みんな本当にすまない。だがそれでも犠牲は必要だ。罪なき者のために。緊急警報です。大気を搬出し、殺したんだ。そういうことか。なるほど。このせいで私たちに知識が残されなかったのだな。罪なき未来のため、汚れのない世界。カージャの虐殺を見せてやりたい。この者たちが成し遂げたこと、古の者が生み出した知識は全て消えた。塵となり、そして無と化したのだ。このアルファたちのようにな。いや、無ではないさ。ハッチを開けた時に風が彼らの肺を運んだ。彼らの世界に帰っていったんだ。私たちの世界に。ここは彼らが命を懸けて作った記念碑だ。忘却の記念碑か。忘却じゃない、サイレンス。希望だ。マスターオーバーライド、意外と小さいな。あとは機械の神を殺すだけだな。落ちて死ぬんじゃないぞ。マスターオーバーライドでも重力は消せん。離しちゃダメ、しっかり持って。
ここにいたか。すぐに行く。何？お前と共に行動するのは終わりだ。だが去る前にお前には事のすべてを明かしておかねばな。なんだ？しばらく前に告白しただ。エクリプスとの関わりを。だが犯した罪の全容は伝えてなかった。実のとこ、私が始まりだ。私がハデスを見つけた。壊れたタイタンに囚われていたのをな。そして仕えた。何？知識を与えると約束された。想像を絶する知識を与えると。その見返りにエクリプスを与えた。教団を作り、それに従う軍務。なぜ今そんな話を？お前の成功の鍵となるからだよ。ハデスははじめ導きの塔について知りたがっていた。都ではない、塔だ。だがそれはなぜだ？塔はガイアが作ったんだろう。ガイアのどの部分だ？ミネルヴァ、そう、暗号解読モジュール。ファロの機械を停止させるためのコードを送信するために塔を作ったんだ。生物資源の変換を停止するため。信号を送信するのが狙いか。機械を起こして世界を再び蹂躙するために。そうだ、情報を総合するとそういう結論になるな。つまりエクリプスも、蘇らせた機械たちも、塔を手に入れるための道具に過ぎなかったってこと？そうだ。そしてハデスは再び地球から生命を消し去る。お前が止めなければな。洗いざらい全て話せ。ハデス、エクリプス、全てだ。アーロイ、話せば長くなるぞ。なら早く話せ。始まりはフォーカスだ。お前がそうだったように古の遺跡で見つけた。私のはひどく損傷していた。まさに風前の灯火だ。何週間も調べ、修理を試み、そしてようやく成功した。私の目の前に全く新たな世界がその瞬間広がった。その時フォーカスが信号を拾った。何かが探し物をしていた、私のようにな。似た者同士だな。私は送信元を追い求めた。そして見つけた、恵みの森に埋もれたタイタン。タイタンだと思ったのか、その機械を。私は呆然とした。機械の残骸は見たことがある。例えば弔いの穴だ。だがこれは違った。まだ死んでいなかったのだ。言葉すら喋れなかった。私が声を与えるまではな。こうして知識の交換が始まったのだ。そいつはこの世界について知りたがった。部族や機械のことをな。だが特に導きの塔について知りたがっていた。導きの塔の何についてだ？塔の正確な場所やその周囲の地形、そして土地の支配者。一方、ハデスは古の技術について解き明かしてくれたのだ。それでさらにフォーカスを見つけることができた。やがて手元には2、30ものフォーカスが。小さな軍隊には十分だな。たった一体分だがな。どうでもよかった。私は多くを学んだのだ。物理学、数学、想像以上のことをな。じゃあシャドウカージャはなぜ巻き込まれたんだ？カージャの内紛は幸運な偶然の一致、絶好の機会だった。絶好の機会？その程度なのか？そうだ。一夜にして部族の半数は追放、聖なるメリディアンの奪還に必死だ。信仰のおかげで操るのは楽だった。ハデスを彼らの神話に現れる埋もれし影に見立てるだけ。ああそうだ、絶好の機会だ。大祭司バハバスをハデスに引き合わせた。ヘリスも同様にな。そうしてエクリプスが生まれた。
聖なる都を奪還するためにな。でもハデスは都に興味はない。お前だってそうだ。この世界には崩壊した都市や部族が山ほどある。一つ増えるだけだ。それに私はハデスの要望通りのネットワークを作るのにかかりきりだった。画期的技術の挑戦だ。しかも私が設計した変更も含めたものだぞ。あ、奴らを監視する機能か。そうだ。ハデスに仕えたのは愚かなことだったが、私は奴を信じるほど愚かではない。かつて古の時代に存在したバックドアというものを組み込んだ。全ての行動と通信を監視するための秘密の経路のことだよ。なぜハデスを裏切ったんだ。両親からじゃないだろ。正直奴らが私の技術で古代の機械を蘇らせたのを見て不安になったのだよ。私はハデスに意図を問いただした。浅すぎだ。その通り。私の利用価値はなくなっていた。フォーカスネットワークを完成させ、ハデスから見返りを受け取りに来るよう言われた。次の瞬間、私の殺害命令が聞こえた。それ以来ずっと逃亡の身だ。それでお前はいつ私をこれに巻き込んだんだ。オーリンと出会った時だ。システムの脅威を検出、それで興味を持った。一人の野良の少女に殺害命令だぞ。なぜハデスはそんなことを。だがフォーカスを身につけた少女を見て気づいた。しかも古代の偉大な科学者と恐ろしいほどよく似ている。すぐにヘリスが動き、殺されたのかと。だがノラの山で探知した、そのお前のフォーカスを。観察すればするほどお前のその素晴らしい才能に気づかされた。利用価値にも。お前となら、この地球の秘密を解き明かせるだろうとな。そしてお前が目的を成し遂げられるよう力を注いだ。その後はお前も知ってるだろう。もう済んだこと。知識を得るためにお前がこれまでやってきたことはただの暴挙だ。アーロイ、お前の意見を聞くために話をしたんじゃない。 ありえない。やれることはした。この先は全てお前次第だ。槍を持っていけ。マスターオーバーライドをつければ差し込むことができる。あとはハデスの頭に近づいて突き刺すだけってことか。その通り。ああ、簡単だな。サイレンス、どこへ行く。ここ以外、あらゆるところへ。世界が終わる前に発見すべきことがまだまだある。じゃあこれは。ここはお前に託す。そう、初めからお前のものだったのだ。私はただの行きずりの男。カージャ王国の統治だ。カージャとは何だ。先走りすぎだ。お前は古代の創造物か。私がお前を見つけるまでにどれだけの時間がかかったんだ。次はいつ来るかわからんぞ。見るからに力がありそうだ。だが私の助けなしでは動けない。大
回タンクレームは知性の箱にしか過ぎない。カージャとは何だ。よし、その調子だ。彼らが来る。準備は完了した。おお、バハバス殿、これを見よ。約束通りのものだ。これはなんとも見事な機械だな。こんなもの初めてだ。そのまま動くんじゃない、日陰のものよ。間違いだ。埋もれし影の前にひざまずけ。な、埋もれし影、どういうことだ。メッサの導きにグリントホークが止まったのをアラモンが理解したか。聖典を語るのか。アラモンは導きの塔の影に下目進んだ。聖なるメリディアンが築かれたメサへと。お前は再びこの影に従うのだ。私は高潔だ、選ばれし者。だが困難の時は影の力を借り、太陽がなせることを成し遂げよう。ああ、我らが失ったものを我らの手に取り戻してくださるのか。舞台が一つ必要だ。従えば都は戻ってくるだろう。さすれば服従を誓います。任務は完了した。ああ、指示通りのフォーカスネットワークが機能している。自分でも確認してみろ、待つさ。だが約束の見返りを忘れるんじゃないぞ。量子情報だ。データはコンパイル完了。転送には容量が超過している。それは随分と都合が悪い。ここに来る前に約束の褒美をやろう。いいだろう。ヘリス、エクリプス内に脅威を検知した。お申し付けくだされば殺しましょう。この者を排除せよ。サイレンスを。サイレンス。ああ、夜のささやきは日が昇りあらわになる。やはり敵だったか。お任せあれ。クリプスが攻めてくるとアバードに知らせないと。デルバールのことがあったから都は守るはず。でも塔が